YouTube、僕も新人なんで、まだまだ。あ、最近ね、なんか最近見ましたよ。ランキング1位取ったぞっつって。あ、そう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 。なんか、運よくというか、たまたま。あれでもさ、はい。嬉しいね。あ、まあ嬉しいもんすよね、やっぱね。あれ初めてだからさ、はい。なんか、大石正義で、それこそエゴサしてたら、なんか、あ、1位になってるんだ、みたいな、あの、感じだったから、すごい嬉しかったっすね。いや、コメントとかもなんか、めちゃくちゃ面白くて、なんか、大石さんの配信なんか、うん、いやいやいや。たまになんか、エモみたいなやつが連続で、ずっと荒らしてるんですよ、なんか。そうなんだ。なんか、早く配信終われ、みたいな、なんか、純の配信みたいか、早く終われ、みたいな、ずっと連投したやつがいたりして、なんか。あ、その時俺がなんか寝坊してか、カオスで。おととい、おとといだよね、おとといだよね。じゃないですか、なんか。俺が寝坊してて、みたいな時か。そういう。でも俺さ、なんかそういうのもいいなと思ってて、それってさ、僕と純ちゃんの関係値を知ってくれてるってことじゃないですか、変なの。まあまあね。でそれこそ僕とモコウ君だったりとかモコウ君と純ちゃんの関係値を知ってくれてるってもうそれだけでめっちゃ嬉しくてああすごいすごいでもモコウに聞きたいんだけどさあはいこうやって大石さんと喋ってるとさはいあのいかに俺たちの周りにいる先輩がクズかわかんない俺たちのいやこんなクズっていうかいや、まあ、普段ね、まあ、俺、まあ、黒人さんとか、まあ、横山みどさんっていう、今の立川市議会議やってる人と遊んだりするんですけど、こんなまともな発言、今、びっくりした。あ、大人、40歳の大人ってこういうこと言うんだな、みたいな。まあ、なかなか、そうですね、なんか、新鮮というか、その変な意味じゃなくて、本当に。だよな、リーチかかった時に、ギャーみたいなことしか言わないじゃん、あの人たち。いや、もうさすがだわ。おいしさ、すごい、なんか今、ちょっと体に入ってきました、今。なんだっけあ、超ぶどう伝あ、超ぶどう伝かこれ BGM がかっこいいんですよね未だに夢に出てきますもんこれのさ、うん、あのブロリーが出てくるやつあるじゃん裏技で2だスーパーぶどう伝2ですねなんかメニュー画面でコマンドしたらカカロットあー出たそれ VX サビ LI あれじゃんそれカカカカカカそれやったやったあれ誰が一番早く入力できるかみたいなそうやったぶどう伝2懐かしいあれは面白かったですね面白かったよね元祖キャラのなんか格ゲーみたいな悲しいことがあると開く川の表紙卒業写真のあの人は優しい目をしてる、うん